何がの？いや、私が解説させてもらいます。あの、人気があること、いまいち総選挙で伸びないこと差って、私は不幸感だと思ってるんですよ。やっぱ日本人って不幸な人を応援したがるんですよね。まあまあね。で、リコピも、まあ、未だに HKT の選抜にはシングル選抜には入ったことがない。な、俺たちが頑張らなきゃ。あ、なるほど。まいちゃんもずっとシングル入ってたけど、しばらくもう入って1年ぐらい、あ、そうなんや。ストーリーがあってとか、ジャニーなんてまさにそれじゃないですか。かわいそうの申し子みたいな。そうやな。HKT でボロクソ言われてそのまま名古屋に入って。そう。名古屋に行って友達がいるかって言ったらもうよくわかんないですよね。これは俺たちが支えなきゃの代表ですよね。そういうことなんや。それを計算せずにできてるのがすごい人気の印なんだな。はあ。他のメンバーはその当日どんな感じやったの？それ聞いてくださいよ。オカパンなんですけど、岡田環奈ちゃん42位の岡田、この子も今まで総選挙入ったことがなくて、はい、でリハーサルしてて当日にオカパンを見たらこんぐらいしか前髪がなかったんですよ。えっ、ー、そうだよね。なんでって言ったら切りすぎましたって、総選挙の日に前髪を切るなんて頭がおかしいことを仕上がったんですよ。で、私めっちゃ注意して、後ろから前髪を持ってきて切らせたんです、当時。そんな裏話が。嫌で、顔がめちゃくちゃ可愛いのに、本当に嘘みたいな、もう嘘みたいな感じになってたよね。村重とかはどんな感じやったの？それが村重ポジショニングが異常に良くて、さくらの横だったから、さくらの発表の時もずっと映り込んでるし、映ってたね。気づいたらさ、シェアの後ろもうみんな呼ばれていなくって、抜けに村重がずっと映ってる。すごい喜んでますよね。村重すごいいい子だから、自分が多分途中で入んねんって気づくじゃないですか。その段階からもう本当にさくらと指原のことを応援してくれていて、で、私が一番感動したのは2位の発表の時でも周りに誰も結構いなくて不安だった時に、村重の方パッて見たら村重が「大丈夫です、村重がいますから」って言ってくれて、その時点でも涙が出て、本当にいい子だな。何の手助けにもなれへんやろ。空気抜けた浮き輪みたいな。嬉しかったです。あ、いい子だなと思う。この子は本当にいい子だな、まあ、気持ちはね。やっとそれを噛み締めれたのいつなの？家に帰って、玄関開けたら家族がこう見送ってくれて、そうか、おめでとうって言ってケーキ用意してくれてます。あ、そう、はい、ろうそくが順位だったんですよ、31っていう。どういうこと？じゃあいっぱいもう全部さ、1から0から9まで勝てない用意してて、すごい。でもさ、44位になった時どうしたらいいの？ほなもう20個買わなあかんわけや。そうですよね。じゃあそういうとこやね、見えてないところがまさに愛なわけや。気づかなかった。私のうちもあのサンマのかば焼きを用意してて。進んでんのか君。いやでも結構好きなんですよ、サンマのかば焼き。ちゃうねん、ちゃうねん。なんちゅうアイドル。面白い。ケーキ頬張んねんって分かるけどやな。そら、この後2本も仕事するわって感じ。さあ、というわけでここからはですね、ゲストで来てくれてる3人の順位発表後のスピーチを見たくない、振り返りたいと思います。実際改めてはちゃんとは見てないの？見てないです。やっぱ見られへんねん。見たくないだよね、なんか感情的になってる自分の姿。じゃあちょっとみんなで見てみようよ。自分で見てどうやった？でも超絶ブスでしたね。問題はブスとかそういうところじゃないよ。ブスじゃないし。そうやねんな。一番怖いなって思うとこは、まだスピーチ中のこととかはまだ分かるんですよ。ああ、でちゃんとネタ仕込んでたんだろうなみたいな。ああ、それはちゃんと記憶があって、ああ事前に仕込んでたことじゃないですか。ああ、最後に徳光さんのマイクを何も言わずになんか撮るところで勝手に撮ったぞっていうところが一番撮れなかった。なんで無意識になんか言わなきゃってなんか思っちゃったのかな。もうあんまり覚えてない。覚えてないです。本当に何も覚えてなくて。でも鏡を仕込んでたのはもちろん記憶があるうちにっていうか、総選挙前に
鏡はテレビ自分が抜かれてない時に見とこうって。あ、見る用だったんだ。見る用に入れといて。ほんまに見る用に入れてて、入れてて、要は座ってる時に見る用や。見る用に入れてたんですけど、泣いちゃったから、あ、これ全国だしやばいと思って、うん、一回見させてもらおうと思って見ました。あ、もうじゃあほんまに見たいから見ただけなんや。そう、すごいよ。なんか冷静な瞬間とそうじゃない瞬間が混じってるのが怖いんですよ。怖いですよね。すごい。でも指原が言うてるなんかちょっと助けてあげたい的な、わかります、ニュアンスはなんか言われたら、ああ確かになみたいな、俺らが仕事あげてるっていう気持ちにさせるっていうのがやっぱポイントじゃないですかね。他の HKT のメンバーも考えなきゃよな、そういうところ。常にちょっと血流れてるとかね。なんでや。血止めなきゃって。俺が止血しなきゃ。止血の問題になるからね、それは。後藤さん毎年1票メンバーに入れてくださってるじゃないですか。今年ももちろん投票は。これ投票しました。わあ。誰？2年前番組が始まった時が三原。はい、そして去年が谷。谷です。今年はちなみに、いや、いろいろ考えたんです。コウジナだけお祈りしてる。はい、お願いします。雨降るよ。雨降りすな。雨を通じて HKT 考えました。本当の総選挙みたい。梅本です。おー、ちょっとリアルです。リアルです。そうなんだ。好きな人聞いたみたいです。ちょ、なんやねん、なんやねん、なんやねん。何やねん。梨原とか谷とかはまだなんか分かるんですけど、梅って恥ずかしくなる。なんか好きな人聞いちゃったみたいな。そして岡本。これはほなお出かけで頑張った子にやっぱ会える方がええんやろなと、うん、いうことで入れたんですよ、うんうん、これね、入れたりとかするとこう一回それがもうその子から卒業みたいな、はいはいはい、岡本と梅本に入れたらちょっとそれある。なるほどね。だから次じゃあ誰やねん、来年はどうなるかっていう。なるほどね。これからのお出かけにも変わってくる。そういうことですよ。だからそういう意味であのちょっとこの2人から卒業という意味でもある。そういうことはニュースターが見つかる可能性がある。そういうことですよね。